何つってんの。いやもうなんでいけないんだみたいな、もうなんかハテナっすよ。もうは教授いらないのみたいな、ありえないでしょみたいな、みんなそんな感じっすね。もうお手上げだよ、何言ってんだあいつらみたいな。もう上場して大手になったわけじゃないですか、 USC も。だからやっぱり金かけないとこはかけないってやってるんじゃないですかね。だってファイトマネーとかもすごい低いじゃないですか。生活できるやつなんてもう本当に限られてるんで、フライ級をそこまで盛り上げようと思ってないんですよね。